岡山県知事の茨城隆太です本日で本県の第1例が確認されてからちょうど2ヶ月が経ちましたこれまで25例の感染者が発生していますがすべて退院されています治療や検査に当たられた医師・看護師をはじめとする医療関係者の皆様に心からお礼申し上げます また、これまで外出や営業の自粛などにご協力いただいた県民や事業者の皆様に改めて感謝申し上げます。本県では第一波をやり過ごした状況ですが、ここで気を緩めて再び感染拡大を招き、今までの努力が無駄になることは避けなければなりません。一方で、暮らしを守るため、社会経済活動を 再開すすることも重要であります県民の皆様には今しばらく、県境を越えた移動はできるだけ控えていただくとともに、密閉、密集、密接が重なる場所、特に他県でクラスターが発生しているような施設への出入りは、できるだけ避けていただくようお願いします。職場への出勤については、可能な限り、 在宅勤勤務、時差出勤等のの人との接触をを減らす取り組みを引き続き続お願いしますまた、職場における感染防止のための取り組みを徹底するようお願いします。事業者の皆様には、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた適切な感染防止策を徹底するようお願いします。県立学校については、予定どおり、 6月1日から教育活動を再開することとしました再開にあたってはマスクの着用や教室の換気など感染リスクを下げる環境の確保に努めてまいりますまた、授業日数を確保するため夏季休業の短縮等を行うこととしました休止を継続している県有施設については 適切な感染防止策を講じた上で、順次利用を再開することといたします。社会経済活動と感染拡大防止を両立させるために、今は流行状況を見ながら、少しずつ段階的に活動を再開していくフェーズにあります。県民の皆様には、徐々に買い物や飲食などの日常生活を再開していただくことになりますが、 マスクの着用や、人との距離を保つといった新しい生活様式の実践や、適切な感染防止策を徹底するようお願いいたします。